フロンティア通信編集部の荒木敦香です。カプコンの杉浦です。はい、運営リポート出張版、はい、第13回になりますけれども、今回ですね、間近に控えました、はい、シーズン10について、シーズン10について、はい、詳しくお伺いできればと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはシーズン10の、はい、バランス調整についてね、お伺いしたいんですけれども、はい、まずは以前から、告知はされていましたが、総研に関してこちら調整が入るというところなんですが、はい、シーズン10は当然お客様にとって、魅力的で、待ち遠しくなるようなそういうコンテンツもたくさんご用意したいとは思ってるんですけども、先延ばしにしておりました下方修正のですね、言い方ですけど付けが回ったアップデートでもございまして、はい、今回その総研がですね、まず、もうすでに事前には確かにお伝えしてたんですが、はい、新スタイルの方に実装されている総研のモーションのですね、つながりが一つ、切られてしまうというところで、ちょっとバランス的に言うとちょっとやっぱり、弱くなると言って過言ではないとは思うんですけども、そういう調整が入りますというのは、はい、事実ございます、はい。でやはりこうなった理由も、ウェブサイトに書かせていただいたんですけども、これがある状態の、総研としてのですね、モンスターに与えるダメージっていうものをですね、検証した結果、やはり他の武器種に比べてかなりそこに差があるということが分かったので、こちらのちょっと意図とは違うというところで、前もってご説明した通り、調整させていただくということになります。申し訳ございません。ライトボウガン、ヘビーボウガンに関しても、はい、同様に調整が、今回は入ると、はい、もう非常に取り調べを受けて供述している状況になっておりますが、そうですね、こちらもやはり事前に告知はしていたんですけども、はいはい、調整させていただくと、ちょっとまだ、当然この総研も最初に述べた総研もそうですし、ライトボウガン、ヘビーボウガンに関しても、はい、この調整はあくまでファイナルアンサーっていう意味ではないので、この後も当然やはりいただいたご意見でちょっと直していくところも当然ございますし、今回、シーズン10では新スタイルのですね、ランの方も入りますので、はい、こちらのランの方を含めていただいた分での、バランスを見させていただいたり、はい、そこら辺もいろいろやらせていただいて、またもう一度、来年の春以降のまた大型アップデートなりですね、そういうところでも見ていきますので、そういう言い方をするとそれがいい方向に伝わるのか悪い方向に伝わるのかっていうところちょっと不安ではありますが、我々としてはいい方向に伝えたいという意図がありまして、要はこれで本当にファイナルアンサーではないので、ただ一つの結論としてシーズン10ではこういう調整が入るというのは事実ですので、はい、そこはお詫び申し上げます。申し訳ありません。ただボウガンに関してはプレイヤーからするとなんかいつまでも毒と麻痺ばっかりでちょっとあれかなみたいな部分もあって、そこの選択肢が広がるっていう意味では、そうですね、プレイヤーとしてはいろいろこう選べる楽しさっていうのがまた増えてきて、装備を選んだりっていうところも出てくるのかなと。ただなかなかやっぱり今でいただいているお客様のご意見では、やっぱりライトボウガン の超速射、こちらがですねやはりかなり強いというところで、それに比べてではヘビーボウガンの方はじゃあ実際どうなのかとになった時に、ちょっとやっぱりヘビーボウガンがライトボウガンと比べた時にですね、やっぱり劣ってるんではないかっていうご指摘も、それなりの数いただいておりまして、はい、そこもやっぱり宿題であり課題であると思ってますので、確かに八塚さんのご指摘だったところはそこは確かにそういう意図もあって、当然調整させていただいてますので、そこをご理解いただけると本当ありがたいんですけどもっていうところですよね。では、気分を切り替えまして、はい、シーズン10、新たな技の境地、はい、今回の全体的な、特徴についてそうです、ね、まずお伺いしたいんですけれども、はい、やっぱり、年が変わってですね、これから春にかけてというところがやはりオンラインゲームとしてもですね、新しいお客様が結構入ってくる時期なんですね。じゃあ何かこうやっぱりその新しく入ってくるお客様のために何かご用意したいなっていうところから、
まず一番の大きなところではハンターランク1から、はい、使える追加アクションを用意したっていうのは、これから新しく入ってくるお客様に面白さが伝えれたらなっていうところがあったっていうところですよね、うん、はい、その追加アクションに関してなんですけれども、はい、ハンターランクからハンターランク1から使えるというところで、はい、実はこのゲーム開始時の、初期装備に関しても、うん、全ての武器種が最初から与えられている、ね、はい、まあ、相手のボックスがあるんですけども その中に、最初からもう重視の武器が揃っておりますので、うん、まあ、好きなものを装備していただいて、まあ、狩りをしていただくと、うん、でそこでまたその追加アクションをぜひ体験してもらえたらなという意図からそういうものも今回実装させていただいております、はいはい、始めた瞬間からその追加アクションが体験できる、そうですね、はい、そこに関してはもう本当に、お金を払う必要が全然なくて、うん、トライアルコースだったりとかある意味無料の状態でもう体感していただくのが可能です、はいはい、で、まあこれはもう、まあ、一つの特徴と言えるかどうかもわからないんですけれども、シーズン中に関しては、新しいモンスターの追加というのは今回は、なかったそうですね、なるんですけれども、はい、結構、まあ、安川さんからさりげなく出たんですけども、うん、結構時代は発表だとは思うんですけどもそうですね、はい、そう、はい、なるべくボソボソって言ってさりげなく僕も終わらせたかったんですけどさすがにちょっとやっぱりここは言わざるを得ない、言わざるを得ないとは思うんですけども、そうですね、もう本当に正直に言いますといつもと同じように、モンスターを作り、いつもと同じように武器防具を用意し、はい、でいつもと同じようなアップデートっていうこともできたと思うんですね、うん、ただやっぱり今回シーズン10一つの節目だったっていうところと、この追加モーションっていうものに関して、追加アクションっていうものに関して、なるべく早いタイミングでお客様にお届けしたかったってなった時に、まあいつものやっぱりワンパターンなアップデートの法則にそのまま従ってやるのはちょっと面白くないんじゃないかなっていうところから、まあすごい乱暴な言い方をすると博打を打った、なるほど、まあまあ、あともう一つはやっぱり、何でもかんでもいつもと同じような法則を続けていくっていうことは、まあ確かに、楽でいいんですけども、はい、まあ、やっぱりたまにはそこを壊していかなきゃいけないっていう時期も必要なのかなっていうところから、我々からすると追加アクションを追加するという選択肢を取った部分で、まあ、モンスターを諦めるという選択肢を今回は選んでみたいなと。なるほど、まあ、ただそれだけだと当然やっぱりいくら追加アクションが実装されたとしても、うん、まあ、狩るべきモンスターが増えてないとやっぱり悲しいっていうところは当然あると思いましたので、うん、はい、我々からするとその分得意個体を増やさせていただきたいなと、うん、まあ、数も今までの中で最もまあ、得意個体が実装された数としてアップデートで一番大きい、はい、うん、多いと思うんですけども、まあ、そういうなんて言うんでしょう、まあ、ある意味ちょっと言い方は失礼かもしれませんが地味な部分で努力もしています、うん、追加アクション、そして新スタイルランの方の追加、そしてまあ得意個体、まあ、他にもいくつか新コンテンツや面白いギミックを用意させていただくことで、はい、ボリューム的には正直言って 9.0 よりは多いんじゃないかっていうぐらい の、うん、ものは間違いなく用意したと思ってますので、得意個体に関してはですね、はい、まあ、スタッフとかによく聞くんですけれども、うん、非常にこの面白いと、うんうん、全く別物のモンスターとして、うんうんうん、全く別物の狩りが楽しめるっていうようなものが聞きますので、それがかなりの数登場するということは、ね、まあ、実質新しいモンスターが、まあ、はい、そんだけあるっていうような捉え方も、はい、できるのかなと、うん、見た目の側が変わってるっていうところが大事なのか、うん、まあ、それともやっぱり動きなのかとか、我々からすると、やっぱり、見た目だけ変わっても確かに、まあ、アップデート前はそれでお客様からすごい興味を引けると思うんですけども、うん、実際ゲームが始まるとやっぱりオンラインゲームの一番ドラスティックなところっていうのは、ある意味お客様が、アップデートの後に入った後に、まあ、やっぱりダメなものはダメということで、まあ、すごい失礼な言い方ですけど化けの皮が剥がれるっていうところがありますので、うん、そうなってくるとやっぱりどこまで中身がいいものかっていうのが大事になると思います、はい、うん、でそういう中ではやっぱり得意個体っていうのはある意味中をしっかりと変えているところから、うん、まあ、やっぱりお客様から非常にそういう部分での評価が高いっていうのは事実あります、うん、はい、
で今回特にあのポイントになるのは、今までの得意個体っていうのはあのハンターランク500以降で SR 非連勝を取ってっていう人たちだけがハードコアクエストっていうことで、ハードコアモードですね、ハードコアモードでやっていけるっていうところで、あのハンターランクが低い人たちだとか、あの初めてやり始めた人たちにはちょっと手の届かない、そうですね、あのハードコアモードでの、 あのモンスターっていう部分の楽しさはちゃんと上には上で残しておきつつも、あの身近にハンターランクのお客様にも、得意個体を楽しんでもらいたいというところから、あの今後のイベントクエストだったりとか、はい、配信クエストでもあの得意個体がハンターランクのお客様に対してあの提供できるという部分 の、 あの実装を今回試みました。まあ、そこが今回の一番やっぱり、売りの一つにはなるんじゃないのかなと思ってます。秘伝書に関しても、今回は新しい要素があるということで、そうですね、はいはい、今実装されているある意味新スタイルというのは天の方になります、はい、まあ、で今までの、ハンターランクの時に使えてたものが地の方なんですけども、うん、この2つに、追加する形での3つ目乱の方というのが追加されます。なるべく、ハードルを高めずにですね、うん、あの身近にやっていただきたいというところがあって、今回もこの LAN の方ですね、あの取得条件が それなりにかなり低く抑えてありますので、はい、広い方々にやっていただきたいなという設定はしたつもりです、はい。まあ、あとやっぱり秘伝書というと一番大きなところは、あの前回のレポートでもお伝えした通り、SR 補正のですね、うん、まあ、マイナスですよね、はい、あの SR の差が激しいとその分っていう、最終的な結論として、撤廃、あ、はい、撤廃します、はい。まあ、ちょっとやはり我々の意図とは、はい、あのちょっとずれてて、お客様からのご要望がそちらが強かったので、あの今回は思い切って撤廃しました、はい。じゃ今後はより幅広い、そうですね、でも今いただいているご指摘 の、うん、あの SR が低い方と SR が高い方が一緒に狩りに行かれても、そこにマイナス補正はかからないという形で、シーズン10で変更させていただきます。はい、はい、続いて、新フィールドの、はい、新大闘技場に関してなんですけれども、はい、まあ、ここを舞台としたまた新しいタイプの、クエストが、そうですね、追加されるということなんですが、まあ、いくつか大きいものとしては、あの以前もちょっとご説明した通り、かなりあの今までとはちょっと違うクエストが楽しめますよというところもあるんですけども、まあ、それ以外にやっぱりあの今の闘技場と違うのが、あのこの新闘技場は、新大闘技場は水辺がありますので、あ、そうですね、はい、あの水辺があるということは、まあ、はい、という形で、あのモンスターが当然増やせますと、はい、であとはあの狩猟技クエストというですね、これがまた新しく入る新コンテンツなんですけども、はい、簡単に言いますと、最大でハンターが4人、はい、まあ、参加できますと。でその4人が、モンスターに与えるダメージだったり、うん、はい、貢献度から、得られる、まあ、それぞれあの点数が出ますと。でこの点数でその4人で、ランキングを1位から4位まで競い合うという形ですよね。本音を言うと気軽に楽しんでほしいなと思うんですけども、うん、まあ、順位がつくとですね、ちょっと張り切っちゃう感じになっちゃいますよね、はい、張り切っちゃうお客様も相当いらっしゃるので、あの本当は揉めたりとかあの喧嘩しないでほしいなと思うんですけども、うん、あのやっぱりあの私杉浦がすごいあのやっぱり思うのは、やっぱり武器を作る、防具を作るっていうこともあのモンスターハンターフロンティアの楽しみの、まあ、大きいところだと思うんですけども、うん、やっぱり作ったものを使える場所っていうのもすごい大事なのかなと思ってですね、うん、はい、まあ、あと作ったものを、まあ、みんなに自慢する、披露する場がないっていうのも伝えたいですね、自慢、はい、なのでやっぱり私たちからすれば、あの、まあ、ビジュアルロビーって言われるメゼポルタ広場が、うん、あの存在する理由もそこにまず一つありますし、はい、あのそう考えた時に今じゃあ、見た目の部分っていうとかあのそういう形でまだ良しとしても、じゃ あ、 あの使う場所っていった時に、うん、まあ、どこがいいのかなって考えた時に、まあ、こういうものはあの結構やっぱりあのストレートに響くだろうと、うん、プレイヤースキルを鍛えて、うん、でそしてまあ高得点を狙っていくっていうコンテンツとしてあの面白く育ってもらえればなと思ってます、うん、はい、あの運営チームだったりとか開発チームでもすでにこれはあのテストプレイということでみんなでまあ遊んでるんですけども、どういう感じだったりするんですかね、はい、
まあ、やっぱり見てるとですね、いやらしい妨害行動とかを取る人がいたので、なるほど、多分ですね、あるということですか、はい、そういうことをお前らがしてるってことは、そういうことが起きる可能性があるじゃんって話で、どうすんのよみたいなちゃんと議論もしてるんですけども、やっぱり間違いなくお客様の中でローカルルールができたりとか、クエストに出発する前にこういろいろとルールごとを決めたりして遊ばれると思うんですよ ね、 うん、そうですね、ってなった時にはやっぱりそこをどれだけやっぱり性善説になっちゃうんですけど、みんなで決めたマナーとかみんなで決めたルールっていうのをちゃんと守って楽しくやっていただくかっていうところがすごい大事かなと思うので、まあ、やっぱり運営チームっていうのは、本来であれば一人一人のお客様についてあげて一人一人そこをサポートできれば理想ですけども、ちょっとそれは本音今厳しいなと思ってますので、なるべくお客様同士が喧嘩にならない、ご不快にならないように、インターフェースだったりとかコミュニティだったりとかシステムを作っていくっていうところで配慮していくことなんですけども、はい、これから用意してもし喜んでもらえるなら、まあ、ここの拡張だったりとか、この経験をもとに新しいコンテンツも作っていけるのかなと思ってます。続きまして、まあ、今回も、新しい武器防具、数多く追加されると思うんですけれども、はい、新しいタイプの武器が出てくると。そうですね。なかなかこれは強引だなとは思いますけども、ちょっと耳を疑いましたっていう部分もなきにしもあらず、まあ、そうですね。日本語として成り立ってはいないんですけども、豪手武器の今の豪という漢字とですね、はい、猫。猫。で、これでまあ普通なら豪猫と呼ぶんですけど、ね。豪猫ですね。これがですね、ゴーニャという、ゴーニャ、新しい日本語が新しい日本語ができました。しましたけれども、はい、ゴーニャ武器、ゴーニャ武器、はい、が実装されます。工房にですね、まあ、ちょっと偉そうな猫がいますので、猫さんが、はい、猫さんがいますので、はい、まあ、ちょっと話しかけていただくとですね、まあ、その猫さんからですね、まあ、ゴーニャ武器が作れますと。でゴーニャ武器の最大のポイントは性能がランダムだというところですね。作って出てくるまで性能がどうなるかが分からないっていうことですね、はい、なのでちょっと実は強化っていうのはなくて生産だけになるんですけども、はい、なかなかこれはですねいいものができた時はすごい喜ぶんですけど、まあもう目も当てられないような性能だった時にはですね相当落胆されるのかなと。まあ本当に猫ちゃんが憎たらしく見えるのか可愛く見えるのかもう本当神一つだと思います。そうですよね、はい、まあ、そういうところでございますね、はいはい、こちらの一応性能としては、はい、豪手武器の一部性能がちょっと体験できるみたいなところがあって、一部豪手武器の特性もついたりもしますし、厳密に言うと豪手武器ではなくてやっぱり豪ニャ武器なんですけども、豪手、ね、武器の一部のちょっとメリットみたいな性能をですね、引き継ぎつつの攻撃力だったりとかさまざまなパラメーターがランダムで設定されるという形になってますので、はいはい、そのところでこれはちょっとハマっちゃう人も出てきちゃう気もしますね。そうですね、多分相当そこはあるかなって引きこもごも出てくるんじゃないかと思います、はいはい、そうですね、はい、続きまして、まあ、これも新しい防具というふうになるかとは思うんですけれども、はい、ハンターランク試練突破得点の、そうですね、ことについて、はい、これはもう12月のですね、16日にプレビューサイトでご紹介させていただいたんですけども、ハンターランク100、200、300という形で、区切りのいいところを突破していきますと、その分お客様にですねインセンティブがありますという、もう本当にそういう純粋な、ハンターランクを一区切り突破するたびにですね得点がもらえますというものですね。もう本当プレビューサイトで紹介されているのがもう本当その素のままの性能だったりとか、はい、もらえるものですので、はい、まあ、我々運営チームからすると相当大盤振る舞いしたつもりなの で、ね、もうあれで意欲が湧かないって言われるとうーんって感じなんですけども、どうすらえんだっていう、はい、まあ、本当に、ぜひあの得点を目指して、うん、ハンターランクも上げてもらえたらなというところですね。名前が超絶のピアスなんですけどもまさに超絶っていう、そうですね、感じですね。特に999で得られるピアスはもうかなり弾けてると思いますので、はい、ただやっぱり統計とっても999の方って非常に少ないんですよ。あ、まあ、なので、まあ、すぐにですね、まあ、あれがもうそんなに、ハンターの間で出回るとは思えないんですけども、はい、まあ、最終的な本当に目標として持ってもらえてもいいのかなって気がしますし、防具の幅が広がってみたりとか、いろんなところでお役に立てばなっていうところや、
アイテム課金だけではなく通常の月額課金の中でも非常にいい性能の武器防具がこれからも手に入っていきますというところの一つのメッセージとして受け取ってもらえたらなというところで思います。続いての、追加要素なんですけれども、レジェンドラストが、そうですね、新しい。レジェンドラストに関しては、なるべく大型アップデートに、何体かずつ武器種ごとに追加していきたいなというふうに考えています。でその中で今回は、4体、用意してるんですけども、体剣、それから双剣、それからライトボウガン、それからガンランスですね、こちらになります。で、まあ、やっぱり最初に実装させていただいた、3体のレジェンドラスターと同様に結構個性的なキャラクターが入っていますので非常にそこも魅力的かなという気がしますね。結構あれですもんね、こうセリフが、そうですね、面白いか変だったり、はい、キャラクターの個性が出てるような、はいはい、まあ、私は結構、まあ、ああいうセリフ嫌いじゃないんでいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、セリフ多すぎるとか言われるとですね悲しいなっていうか、まあ、どんどんそっけなくなってっちゃうんで、うん、まあ、そこがちょっと悲しいなっていうところではあります。いくつか行動パターンについても調整が、そうですね、はい、あくまで、大きな調整ではないんですけども、うん、お客様からいただいたご意見をもとにちょこちょこっとリファインをさせていただいてますので、動向に関して、レジェンドラスターを動向させるかラスターを動向させるかという優先のところがあるので、うん、そこでオプションでオンオフとかも入れさせていただいているので、まあ、そういうことも可能にはなっています。はいはい、リポートの公開が4月14日なんですけれども、はいはい、その翌日から、はい、ついに、バーサスクエスト、そうですね、チャンピオントーナメントイベントがスタートするというところで、はいはい、このムービーが、公開されている頃僕は新幹線の中にいます。間違いなく移動中、はい、移動中です、はい、僕らからすると、まあ、確かに仕事の拠点は、まあ、東京なんですけども、うん、でもやっぱり我々を、まあ、支えてくれているお客様は日本全国にいますので、さまざまな街に行ってですね話してみたいなと思いますし、結構やっぱりイベントに行くです、イベントに行くとですね、まあ、その街の雰囲気だったりとかですね、うん、そこに集まっている人の人柄が出てですね、結構私も見てて面白いなと個人的には思ったりしてて、うん、まあ、非常にやっぱり勉強になることも多いですし、まあ、やっぱり楽しいなと思いますので、まあ、これからもどんどん続けていきたいと思いますし、ぜひ主催されている店舗のですね、お店様の方に一度ご連絡取って、もし空きがあるようであればぜひ来てもらえたら嬉しいなと思っています。特にやっぱりバーサスイベントのですね、まあ、一つの楽しみには当然高いスキルのプレイヤーの方々を見るっていうことができること自体も、うん、お客様にとってのプラスにもなると思うんですけども、先行体験がシーズン中できるというところがあるんですね。できるんですね。そうなるとですね、やっぱりその新しい追加アクションに関してですね、うん、いち早く体験できるということになりますので、まあ、そこはかなり魅力かなと思いますので、ぜひ来ていただいて触ってもらえたらと思います。はい、まあ、今の中で一番やっぱりショックだったのは爆撃炎が実装されたタイミングでこうテストプレイをしてもらったんですけども、はい、その体験会で、終わった後にどうですかって言ったらダメっすねって一言言われた時にもうそういったリスクも多いっすっていう感じの体験会ですね、はいはい、そうですね、うん、やっぱりうん、でも逆に厳しいこと言われても、うん、翌日やっぱり戻ってやっぱりメンバーと話して、うん、ダメっすねって言われちゃったよって話をしてですねやっぱやばいじゃんって話をしながら、やっぱりじゃあちょっと最短でこういう修正を入れて、はい、お客様から確かにご指摘いただいたようなところ直そうよみたいな感じで直したこともあったので、まあ、そういうのもエピソードですよね。でやっぱりこういう話をするとやっぱりアップデート前に体験できるサーバー作って、うん、そこでやれないのっていう話も出てくるんですけども、うん、これが簡単にはうまくいかないんですよ。いろんな意味でセキュリティ的な部分だったりとか、はい、サーバーの用意だったりとか、うん、まあ、その運用だったりとかですね、まあ、そのクライアントの配布だったりアップデートだったり本当いろいろな課題が残っているので、うん、もうすぐにはちょっとできないんですけども、まあ、そういう、まあ、ある意味限定した状況であれば時々やれるので、うん、まあ、今後そういう部分もネットカフェっていうのは面白いインフラとして使えるんじゃないかなというふうに思っています。うん、では、最後に、はい、視聴者の方に、はい、お言葉いただきますでしょうか。はい、
今回あの節目になります、シーズン10、節目らしくちょっと何かあの今までときちんと変わったことをやってみて、ちょっとお客様にいろいろご提案できることがないかなと考え抜いた結果、今回 の追加アクションと、新スタイルということで、ランの方、まあ、つまり、11週かける2ということで、追加アクション新アクションというものを用意しました。でプラス、今までご好評いただいてたあの得意個体、こちらを、反対ランクの低いお客様からも遊べるようにということで、ご用意させていただきました。まあ、これ以外にも、狩猟クエストだったりとか、あの様々な新しいコンテンツもご用意させていただいております。まあ、ゴーニア武器もかなりいけてます、はい、シーズン10は確かにあの新モンスターいませんが、新モンスターをあの引き算で引いたとしても間違いなくあのシーズン 9.0 以上のコンテンツ量を、まあ、それも約4ヶ月で、ご用意したというところで、まあ、私は開発チームすごい頑張ったと思いますし、運営チームもこれ必ず、お客様に喜んでいただけるようにと思って努力して現在準備しております。1月26まであとわずかになりましたが、ぜひ楽しみにして待っていただいて、当日ログインしてくれたらなと思っています。よろしくお願いします。はい、では、メールポート上場、今回はこれで終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。